前場収まりましたスタートしました揃いました、さあスタンド前へ向かいます押して7番、シャムロックヒル出ていきますシャムロックヒル先手を取ります1番、レイパパレルメールク氏は控えましたさらにはロザムール行きましたそしてウィン・マリリン今3番手外にはリヌルージュ内に1番のレイパパレ。 あとは3番赤い鳥の娘レイパパレをマークする形かあとは3番審査中段に5番ステラリアが行って伊豆上の軌跡ウインキートスは中段さらにうちに6番のランブリングアレへ追走していきますあとはデゼルですさらにはテルセット後方にいてさあ各馬第1コーナーをカーブしていきます先手を取りました7番シャムロック・ヒル リードは1馬身です2番手が14番ロザムール2コーナーをカーブしますあとは3バシン差9番のウィンマリリンが3番手そしてレイパパレさらに外には3番の赤い鳥の娘がいます そして1馬審査リュヌルージュ中段には4番の伊豆城の奇跡ですさらに3枠2頭ランブリングアレーステラリアそしてウィンキーと内から上がってきました8番テルセット3コーナーへ向かいます3馬審査デゼルですデゼルが追走してさらには赤い糸そして内が2番のクラベルですこれから3コーナーを迎えます後方は3頭。 17番、コトブキテティスそして内にムジカ最高峰11番ソフトフルート第3コーナーをカーブしていきますさあ手が動いています7番シャムロックヒルリードが1馬身ロザームール2番手内からスルすると1番レイパパレ3番手2番手をうかがっています残り 600m を通過ウィン・マリリンが4番手さらに接近3番赤い鳥の娘も仕掛けていってぐーんと外から16番赤い糸も差を詰めて第4コーナーをさあカーブ 直線コースに向かいます。ここで先頭はレイパパレだ、レイパパレ先頭、そして追い込んでくるのが6番ランブリングアレー、ランブリングアレ、ランブリングアレ、外から赤い糸、赤い糸、そして赤い鳥の娘はやや遅れている、あと大外から追い込んでくるのが5番のステラリアなど、残り 100m になって、16番、赤い糸、赤い糸、うち1番、レイパパレー、そして追い込んでくるのがステラリア、先頭は赤い糸、ゴールイン。 糸です16番の赤い糸が女王の座をつかみました。